こんにちは、ニーサラです。今回はトミーテックさんのザ・トラックコレクションの第8弾、12個入りの方を開けていってみようと思います。今回こちらの方も N ゲージの150分の1サイズに合わせた情景などに使われる、このようなサイズの、小さなストラクチャーが入っています。こちらに並べているのは前に紹介したトラックコレクションの第5弾になります。今回は第8弾になるんですが、ラインナップの方は、このような感じになっています。トラックなどやレッカー車、自衛隊車両に、除雪車などが入っています。トミーテックさんの商品ページの方を見ていくと、このような感じになっているんですが、発売日が2013年の1月で1台あたりの価格が各800円となっていました。この第8弾もたまたまオークションで見つけて、購入したものになるんですが、このラインナップが人気があるのか、なかなか見つけることができませんでした。オークションで購入したのも、新品で購入することができなく、中古で 12,300 円で購入したものになります。なので、今回の商品に至っては、開封済みの商品になります。一箱ずつ開けていってみようと思いますが、もう中古なので、中身の方は分かっているので、除雪車、レッカー車、自衛隊トラック、その他の順番で開けていってみようと思います。まず1台目、こちらの方が、こちらが中古なので、このようなプチプチに入っている状態なんですが、こちらの除雪車になります。車種の方が UD トラックスクオン岩崎工業除雪車かっこ、高速道路仕様、この一番下のモデルになります。ぐるっと見ていくとこのような感じになっています。下側です。簡単なギミックの方を見ていくと、まずこのハイド板というか、この除雪車のこのブレードの方ですね、こちらのブレードの方がこのように開くようになっています。もともとはね、このように閉じた状態だったんですが、こちらの方がこのように開くようになっています。このように左右に稼働させることもできます。そしてこのボディの下側にあるブレードも、このように左右に稼働させることができます。後ろ側の方は、特に動くようなギミックはないのですが、高速道路用の電子標識には、除雪中、追い越し禁止と書いてあります。リアのテール部分や、この赤白のリアバンパー、ナンバーやテールランプなども、再現されています。サイドバンパーやキャビンの、上側に上るはしごや、このサブの燃料タンクなども、しっかりと再現されています。ホイールの方はもともとブラックのカラーだったと思うんですが、ブラックの上に黄色を塗るとなかなかやっぱり色が染まりが悪いと思うので、おそらくこのようなちょっと薄い黄色のような色になっているんじゃないかと思います。こちらの反対側の方を見ていくと、こちら側もサイドバンパーが、しっかり作られていたり、こういったこのマフラーも、再現されていますね。次は2台目になります。こちらの方はケースに入っている状態ですが、ケースのラインナップで見ていくと、下から2番目の UD トラックスクオン岩崎工業除雪車の一般道仕様になります。先ほどの高速道路仕様がこちらで、こちらのオレンジの方が一般道仕様になります。こういった小さなショートパーツが付いているので、こちらの方を取り付けていくとこのような感じで組み立てることができます。こんな感じです。先ほどの高速道路仕様とは違う部分が、かなりあって、正面のブレードの大きさがだいぶ違うのがわかるかと思います。そして横の方を見ていくと、サイドバンパーのカラーリングが違ったり、後ろの方を見ていくと、高速道路仕様の方はこの高さの高い、標識がついているのに対して、一般道仕様の方は低い位置に除雪中注意の、看板がついています。こちらの一般道仕様の方の、ギミックだけを見ていくと、この正面のブレードがこう左右に動かすことができたり、この真ん中の下側部分のこのブレードをこのように伸ばすことができます。ちょっと動きが悪いですね。でもこんな感じで動かすことができます。次の3台目はこちらになります。よいしょ、こちらです。パッケージの方と照らし合わせてみると、いすゞ TSD-HTS 岩崎工業除雪車となっています。今までの除雪車に比べて昔の方の除雪車かなと思います。ギミックの方としては、こちらのブレードが左右に動かせるようになっています。上からぐるっと見ていくとこのような形になっています。下側です。昔のトラックの形状のボンネットトラックというやつですね。
こちらの2台の現代の除雪車と比べてもサイズ的にはだいぶ小さい除雪車だったんだなと思います。次は4台目です。4台目、こちらの方はレッカー車ですね。パッケージの方と照らし合わせていくと日産ディーゼルビッグサムレッカー車になります。このようなショートパーツが付いているのですが、この元々付いているこのリアの劣化部分ですね、この部分がスポット外れるので、ここにパーツを付け替えて使うことができます。説明書の方にも書いてあるんですが、このようにどちらかを挿して使うような形になります。ギミックはこのクレーンが上下させることができるのと、このようにぐるっと360度回転させることができます。そしてこの後ろ側のこの劣化部分もこのように動かすことができます。キャビンの方から細かい部分を見ていくとこのような感じになっています。こんな感じです。クレーンの方には運転席がついていたり、反対側にはスペアタイヤがついています。キャビンの方は昔のキャビンだと思うんですが、この張り出したフロントバンパーが非常に印象的なレッカー車だと思います。レッカー部分のジャッキやこの真ん中にあるこの黄色いジャッキも再現されています。次は5台目になります。さあ5台目はこちらは、これは自衛隊のレッカー車ですね。こちらの方はパッケージの方と照らし合わせていってみると、自衛隊74式特大型トラック重レッカーになります。自分も自衛隊の車両は非常に好きでして、こういった車両を見ると非常に嬉しくなります。全体の方を見ていくとこのような形になっています。下側です。ギミック部分に関してはこのクレーンが上下するのと、これのクレーンがぐるっと360度回るようになっています。やはり艶消しのカラーというのはそれだけで非常に魅力的なカラーなんじゃないかと思います。自分はですね、もともと塗装の仕事とかもやっていたんですが、こういった艶消しの色はやはり非常に好きですね。この張り出したフロントバンパーの中には多分ここにウインチがついていますね。次の6台目はこちら、自衛隊車両ですね。ラインナップの方と照らし合わせてみると、自衛隊74式特大型トラックになります。ギミックの方は2台のホロが取り外しができるようになっています。車両の全体を見ていくとこのような感じになっています。下側です。この車両も先ほどの重レッカーと同じく自衛隊カラーになっているのが非常にかっこいいなと思います。自衛隊の車両だけを使って自衛隊のジオラマも作ってみたいですね。7台目はこちら、これも、自衛隊車両ですね。パッケージの方と照らし合わせていくと、もし読み方が違っていたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。自衛隊に、2分の1トンカーゴトラックの車両になるかと思います。こちらもギミックの方は2台のホロ、バラバラになった2台が分解されてバラバラになってしまったんで、もう一回組み立てます。あれすぐパーツが外れてしまってバラバラになってしまうんですが、2台のホロが外せるようになっています。こちらの2台の方もこの煽りの上側に角パイプかなんかでこう延長して、この2台の枠が作ってあるような感じがします。車両自体はボンネットトラックだと思うんですが、このような形になっています。これもね、この形非常に渋い形かなと思います。裏側です。ホロをつけた状態だとこのような感じになるんですが、この車両の先端のこのボンネット周りが非常に渋さがあるかと思います。かっこいいですね。8個目の車両はこちらはレッカー車ですね。緑色のレッカー車です。パッケージの方と照らし合わせてみると、イスズ TWD-HTW クレーン付き平荷台になります。こちらのギミックの方ですが、このクレーンがぐるっと回転させられるようになっています。車両の方はイスズのボンネットトラックになるんですが、全体の方を見ていくとこのような形になっています。後ろ側はこのような感じで、こちら右側ですね。そして上側から見た感じと、下側がこのような感じになっています。このグリーンのボディカラーに黄色のクレーンというかこのユニックが映えるような感じがしますね。ボンネットの先端部分にはウインチもついています。次は9台目になります。
9代目こちらの方はおっとケースから外れて折ってしまいましたが、日本通日通のボンネットトラックですね。パッケージの方と照らし合わせていくと、いすゞ TXDA 日本通運の車両になります。こちらもおそらくこのホロが取れる仕様なんじゃないかと思います。外れますね。このように、ホロを外すことができます。フロント部分の方から全体を見ていくとこのような感じになっています。上側と、下側ですね。こちらもボンネットトラックになるんですが、このホロや、荷台に書いてある日本通運のこの文字だったり、このドアの横に書いてある日本通運の文字や、この一般、このナンバー413とかいうこういった文字も、非常に細かく再現されています。こちらのこのキャビンの上側の部分にも東京支店という文字が書いてあります。ちょっと文字が、ボケてしまってすみません。キャビンの右側の方を見ていっても、こういった細かい文字が再現されています。非常に細かい作りですね。ホイールの方も黄色になっているんですが、ベースが黒の上に黄色の塗装がしてあるので、ちょっと黄色が染まりきっていないかなという感じはします。車両にこういった文字が入っていると当時の雰囲気がより強く感じられるかと思います。次は10代目になります。さあ、この10代目は消防車ですね。こちらの方、パッケージを開けてみるとこのような消防車が入っています。パッケージの方と照らし合わせてみると、いすゞ TSD-TSG 消防車になります。車両の全体の方を見ていくとこのような形になっています。こちらが上側と下側になります。特にギミックなどはないようなんですけれども、この上側のホロが外せるような形にはなっているんですが、ちょっと壊しそうで怖いので、外さないでおきます。特徴的な点としてはこのドアがついていないところですね。ドアがついていないことによって消防車の出動時に、乗り降りがしやすいかと思うんですが、昔のこのトラックは、扉がついていなかったんですね。他にもこういった放水用のホースがついているんですが、これもホースが重なり合ったような、細かいディティールになっています。お、これ外れるな外れるんですね。後ろ側の方も、扉がついていたり、上側の方にはこれはポリタンクですね。ポリタンクやこれはホースリールですかね、そういったものもついています。そして、はしごが左右についていたりしますね。こちら側もホースがついています。フロント部分の方を見ていくと、このボンネットのですねグリル部分も非常に細かく作られているなと思います。このボンネットトラック自体は非常に古い車両だと思うんですが、この細かいディティールと相まって非常に渋い形の車両になっています。11代目はこちら、これは、タンクローリーですかね、このような形になっています。このブルーとホワイトの、タンクローリーですね。パッケージの方と照らし合わせていくと、いすゞ TXDA タンクローリーになります。こちらの方全体を見ていくとこのような形になっています。右側と、上側、こちら下側になりますね。このような感じです。特に動かせるギミックなどはないのですが、こちらも昔の形のボンネットトラックになります。今では見かけなくなったこの3連の速度灯も渋い感じですね。最後の12代目ですね、こちらの車両はこのプチプチですね。これはダンプですね。パッケージの方と照らし合わせていくと、いすゞ TWD-HCW ダンプになります。カラーリングの方は少しエンジン色っぽいような赤いカラーリングになっています。ホイールの方も黒い色の上に赤い塗装がしてあるので少し、黒っぽいような赤色になっています。ギミックの方は特にこの荷台が上がったりはしないんですが、このリアオリが動くよ、ちょっとピンセットで触ってたらリアオリが吹っ飛んでしまいましたよし、はまった。ギミックの方はリアオリが動かせるようになっています。こんな小さいのにこのリアオリが動かせるというのは非常に細かいギミックかなと思います。ここから全体の方を見ていくとこのような形になっています。上側と、こちら下側になります。このダンプもグリル部分にいすゞのエンベルムがついていますね。ナンバーも、細かく書いてあります。そしてこの3連の速度灯もこの赤い塗装がしてあってしっかりと、再現されています。
ボンネットトラック自体がかなり昔の車両かと思うんですが、非常に渋い形になっています。自分も、ボンネットトラックに関してはあまり詳しくないので、よく知ってらっしゃる方いらっしゃいましたらコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。このニーサラチャンネルでは N ゲージなどに使うこういったストラクチャーやダイキャスト製の重機のミニカーなども紹介しています。よろしければニーサラチャンネルの他の動画も見ていただけるとありがたいです。ご視聴いただきどうもありがとうございました。